これあのちゃんとあれなのかな。おはようございます。おはようございます。おはようございますこれ本当あの番組のあれでできてるのかな、うん、えできてるじゃん。こっちでチェックしなきゃね。ちょっと一回チェックしてくださいね。おはようございます。バタバタ、バタバタです、バタバタですね、はい、本日は、カラオケバタックから、はい、名古屋のカラオケバタックから、はい、お届けしております。お届けしております。今日の回のやつでなってるアップ、はい、なってます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 。ちょっと申し訳ないんですけど、タクちゃんちょっと中入ってお酒とかでちょっとやってくれへん。マジですか。うん、ちょっと、いや、さすがに始まったばかりでいきなり僕が画面から外れる。そうだよね。すいません、バタバタしたままスタートしてしまったので。もう俺も2分ぐらい前に着きましたね、ここに。はい、ついさっきまでね、スロットが止まらなかったんで、はい、もうラスト10分ですよっていうのに、うん、赤72回ぐらい引いたっすよ。はい、引きましたね、はい、3回ぐらい引きました。3回ね、引きましたね、はい、もうダメだ。あと、あのパパとミー何飲む？じゃあそれ言っちゃったらさ、うん、ダメだし。そうでしょ、うん、おはようございます。今までも効果的なやつで、うん、今日はもう誰も見てないですよ、今のところ、うん、ああ、2人見てます、はい、コーラとコーラとコーラコーラとコーラ。もうちょっとこっち来ないと切れちゃう。カメラはもうちょっとこっち来ます、うん。そうですね、もうちょっこ行きます。はい、いいですか。大丈夫、どうですか。あ、大丈夫です、かっこよく行きたいです。あ、そう、かっこいいとかじゃなくて。えかっこいいとかじゃなくて。違うの、うん、じゃあ早速ね、お金じゃねえやん、お酒。あ、お酒いただきましょうか。はい、ね、これ誰の、僕らの。あ、すいません、ボトルあるんで、それはそれでいいです。これコメントはどうしましょうか。あ、ここで見ましょうか。はい、ここでね、はい、皆さんおはようございます。はい、あれですね、フミヤさんの声入っちゃいますね。はい、消しますか。ちょっと少し小さめ、もう少し違ういいですかね。というわけでね、はい、今週も名古屋から、はい、お届けしてます。カラオケバタックからお届けしてます。はい、ラッキーさん、これあ、ありがとうございます。あ、やっと持ってきてくれた。持ってきてくれたって。俺がそのなんかやってるみたいに、君が勝手に忘れてったらってやつをさ、届けてくれてありがとうでしょ。え、あ、内緒なの？いるのは。いるの？内緒なの？ね、あ、そうか。誰もバレちゃいけません。とか言って、お酒持ってくれて。お酒出してくれて。でも今日はね、うん、あれですよ、まだ視聴者がほとんどいないんで、はい、ここまで来ないとですね。もっともうかぶっちゃって、もうちょっと顔ちゃんと、姫名古屋なのに、姫名古屋なのに、姫がいる名古屋なのに、姫来たの。ここが映られたから、俺がこうちょっと前に出ればギャラも出ないのに、姫が上げたら隠れちゃう。あ、そうです、そうです。もう、じゃあいいっすよ、ここにいるんで。もっとかぶっちゃって。おはようございます。そうやってね、驚かすとかね。ね、びっくりした、本当に。突然、放送前に姫が現れるっていう。びっくりするじゃん。あれだと思って。連絡して。そうだよね。ここでやんなかった。先週違うところでやってたんだよ。いや、ちゃんと今日、サプライズできるように今日タクでやるのかをずっと Q さんのツイッターを見て、ダチョウって言われたらすぐググってやるくらい。あ、俺今日ちゃんとね、タクで放送ってちゃんと書いてたからね。しかも結構今日早めにあげてたでしょ、俺。うん、助かりました。めっちゃ喋るじゃん。あ、そうか、見えてない。見えてない。あ、そうか。それじゃあ、というわけで、はい、今日はね、はい、タクちゃんもいるし、はい、中ちゃんもいるし、中もいるしね、中、はい、ちゃんこれ瀕死のボクサーみたいな感じ。ノーガードでパンチ3発ぐらいもらってたから。サウナでバテとして。何やってるのさ、キューさんまた。キューさん多分来ないよっつって。中ちゃんはね、意外と最後の最後は結構そういう感じになる。そうそういう感じ。はい。それだけもう全力で、はい、全力で飲んでるんで。なるほど。はい。というわけで、はい、今日は7月、あ、じゃあ8月16日ですね、はい、8月16日木曜日、はい、まあ、僕らはあの名古屋でね、はい、お店から僕のお店からお願いしますが、はい、ます皆さんも今日一日お疲れ様です。今日からお盆明けの仕事の人が多いのかな。昨日までお盆休みでどうなんですかね、あの、うん、はい、
僕ら関係ないんで、ね、僕ら関係ないんでね、はい、あれですけど、はい、じゃあちょっとあの2人ができるまで待ちましょうか、せっかくなんで、せっかくなんでね、はい、そうかそうか、タクちゃんはこう立ってたことあるから、うん、勝手が分かるんだね、うん、もう、はい、そう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 、いや、ほんとびっくりした、あれ、なん、ええずっとずっとないんですよね、あの扉が開いて、あれ俺も、え誰誰だいや、まさかね、名古屋に来てくれるとは。あ、乾杯しましょうか、じゃあ。乾杯しましょうか。ですね、はい、じゃあ、ここにいる人たちも、はい、飲み物が揃ったので、はい、見てる人たちも、ね、お疲れ様です。お疲れ様です。どうぞ、最後までお付き合いお願いします。こっちか。イエーイ。乾杯。お疲れ様です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 。今日はこうカメラ動かしながら やっていこうかなと、ね、また戻してどうですか、あ、もう分かってきた、で今日もあのほとんど見てる人いないんで、うん、気楽に行こうかなと。あ、本当ですか、はい、固まってる、もしかして大丈夫かな、大丈夫ですかね、うん、ちょっと開けとく、ここは開けときますかね、ちょっと開けとく、開けときますかね、僕言ってみましょうか。あ、本当ですか。はい、そうです、一人で喋ってください。あ、わかりました、はい、まあ、先々週もね、先々週もここでやったので、もしかしたら見てくれた人がパッとこの景色を見ただけで、あ、タクだとね、まあ、来たことある人はもちろんわかるんでしょうけど、まあ、私電波強くなったんだよね、ちょっとね、お店のね、ここの電波が悪いんですよね、はいはい、電波が悪いので、たまにちょっと途切れたりとか固まったりとかね、だから前々回、うん、ひどかったね、あ、見ました、ぶっつぶつぶっつぶつぶっつぶつぶつ、カラオケとかもひどかったよ、うん、あ、ほんと、カラオケがダメなの厳しいもんね、もうひどかった、ひどかった、カラオケがダメなのがうるさいもんね、で、いいこと聞いてほしい、自分が自分です、いや、今日の、うん、名古屋来たら、Q、うん、さんにまあ、いろいろ飯連れてもらってるんですけど、はい、今日の納豆ラーメンはすごかったね、あ、熊本ラーメン、もっこすの納豆ラーメン、はい、納豆ラーメン、はい、すごかったですね、まあ、ちょっと前から食べたい食べたいって言ってたんだよね、そうですね、そうそう、めちゃめちゃうまいかっつったら、うん、あれですけど、うん、面白い、うん、食べててね、面白かったですよ、で、ちゃんと口に入れた時の味の構成がちゃんと納豆でしょ、うん、できてる、納豆でちゃんと納豆、ここでベースにあれ豚骨ですね、あれ豚骨がうまいんだね、多分あそこね、うんうん、だからじゃあ成り立つんですよ、そう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 、まあ最近パイタンで、はい、泡系とか流行ってるじゃないですか納豆の泡だね、 あれ元祖泡系、泡系ですか、元祖泡系泡だらけ、ね、あの納豆はすごかったっすね、そう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 、熊本ラーメンのね、してます、モコスの、あそこの納豆ラーメンっていうのがね、うまいんだよね、あ、ダメじゃん、俺たち飲まないと、あ、そっか、せっかく来てくれてるのに、ああ、グラス買えます？うん、いいですよ、これ、ね、だから最初からさ、あれにしといてよ、うん、じゃあもうこれからさ、減らすと、あれ、今7人だから、ごまかせるから、今から変えよう、まだまだ7人だから、はい、あれしよう、すいません、お酒お願いしてもよろしいでしょうか、すいません、お願いします、いやいやいや、みんな普通に喋ってる、もっと普通に喋ってる、全然大丈夫なの、触んないよ、触んないの、触んない、名古屋、せっかく名古屋まで来たの、なんだろう、今のやつ、ああ、煽りやがったんです、こっち用にね、こっち用に、ああ、ああ、触るよって言う、触るなら画面の前で触れって話ですよ、だから結局釣り師だってことなんですよ、そう、結局釣り師だってこと、だからここ2週だから3週目、うん、ゲストなしでやってますけど、はいはい、ゲストなし、姫なしで、ね、姫なしでやってましたけど、はい、今日姫いたっすね、いやー、こんな
こんな、なんていうの、一周目はね、姫画像で登場したんですよ。あ、画像でね、はい、いろんな姫が。これあれでしょ、もうほぼほぼだってこれ俺へのプレゼントみたいなもんでしょこれ。そうです、そうだよね、もうなんかリボンが見えるもん。もうここ置いていきましょう。キューさんどうぞっつって、あ、私にリボンつけてそう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 、プレゼント私ですって言ってるんですね。実際されたことないんですよね。ない、今まで。ないどうぞって。ないされたことない。 OK OK ストップストップ。さあ来るぞ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 。俺少ない俺少ない俺少ない。どっちにどっちを出すか。来ます？姫来ます？姫来ます。もう被っちゃっていいですよ。全然被っちゃってください。このもう姫だけで。あ、そうそうそう。顔出しながら。あらやだ。姫姫。すいません。この手が邪魔なんです。あ、そうそう。あらららら。そうそうそう。俺が触ってる感じになってるけど、ダメじゃん。いやだってちょうどいいとこにあるから。ダメじゃん。そうじゃん。こうじゃんね。そうだ。カウンターは入ってたんですか。大丈夫。カウンターは正規。全然大丈夫。全然もう確かに言ってる。フリーです。フリースペースです。姫には甘いんだ。いや、全然大丈夫。全然大丈夫。手出して。もっと簡単にこういうことでしょうね。エグザイルみたいに動いた今。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。そしたらあれですかね、うん、こっちですかね。そうですね。あ、僕らが？僕らが？うん、僕らがそっち行きます？カウンタータクシャン立てて。どっちでしょう。君聞いてくださいよ。こっちでいいか、このままでいいか。後でみんな詰めてカウンターで一緒になる感じで。そうじゃん。じゃあ、荷物片付けます。あれ、はい、いいですよ。大丈夫ですか。ひめ、ひめ、ちゃん、一旦テーブルでもいい。あ、大丈夫です。あ、ほんと。チノも来るんで。あ、ほんと。チノの婚約者の子です。あ、いらっしゃいませ。そうそうそう、今、それ、ね、ネットで配信されちゃってるけど、大丈夫。ダメです。あ、ダメです。完全にされてますよ。あ、完全にされてます。完全にされてます。大丈夫です。今13人しかまだ見てないんで。木曜日の試写で見たことあります？あります？ありがとうございます。今こう放送中なんですよ。たくちゃんおしぼりもよろしく。先週はね、デリケンズのタクでやって、タクじゃない、デリケンズの二号店でやって、ダチョウ食いながらやって、はい、ほんで中ちゃんと知り合って。タヤさん、今日も強い。え、今日です。はい。ありがとうございます。はい、中ちゃんと一緒にサウナまで行ってきたんですけど。はい。朝、二人で仲良く。はいはいはい。はい、もう、サイマンも見ましたけど。はい。いやまあ、上機嫌でね、サイマンね。サイマンは上機嫌でしたね。上機嫌でした。なんか、聞くところに言うと、しつこいぐらい関さんに強調してたらしい。楽しかった。お父さん今週は楽しかった。わその前の週がよっぽど楽しくなかったんだよね。よっぽど楽しくなかったです。今週は楽しかった。死ぬほど歌わないから。いや、違う。チャンが言うとね。大丈夫。こっちくはない。違う。たくちゃん。死ぬほど歌わない。今日はコメントくれませんね、誰もね。今日はね、誰もコメントないですね、うん、あれでしたね。あの違うところでやってるんですよ、これ大丈夫ですよ、番組の連絡して、東京集めることだもんね。あ、あれですか。まあ、テレフォンショッキングは、はい、これあの木曜日、はい、僕は東京でやってないから、ないじゃないですか、うんうん、2個今まで印象に残ってる人がいます。タクちゃんと初めて頼んでまともに喋ったのがバービーこうテレフォンショッキングで、うん、そう、そんなこと俺に言わせんの。なんでダメなんだっけ。いやいや、申し訳ないじゃん、だって
いや、言われなかったからね。言われなかった。私は印象に残ってないのかと。確実俺としたと思った。じゃあ印象に残ってない人は印象に残ってない人は残ってないから全然覚えてないバカ野郎ってすいません本当にいや皆さん本当に良かったですね。いや皆さんいいゲストさんでしたよ。ゲストつまずった。面白かったですよね。いろんな人もいて、普通の一般の人もいて、そこからちょっと一時シンガーの流れから役者の流れになって、シンガーの流れから役者の流れになってみたいなね。最後イベンターですよね。そうですね、最後はね、こうイベンターですね。めちゃめちゃ優しい、めちゃめちゃうまい。顔からもめちゃめちゃいい人だし、昨日ね、あ、昨日じゃん、おととい、まあ、桑名、隣、三重県ですけど、はい、三重県の桑名、これ、県境なんで、ほぼほぼすぐなんですよ、高速の中の話ですから、もうすぐなんですけど、10分ぐらいで行くんですけど、はい、その桑名のね、あのパチンコ屋さんにね、阿部美穂が来てましたね。あら、使顔出しました？いやいや、もう後で知って、あ、ね、あ、なるほどね、後で知って、バスの中で顔出せなかったんですけど。うん、で役者さんたちがさ、はい、バスで舞台やるから、うん、来てくださいって依頼を行ったじゃないですか。そう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 。で、あっち海で。それに行けてないっていうのがね、ちょっとね。まあ、キューさんなんか名古屋ですね。普通ここで戻るの。でもメイさんのね、メイさんのバスジポロンで、はいはいはい。帰りのバスでも、みんな見とる中、俺ずっと飲んで。アメリカ人と日本人のハーフが戦争の時にゼロ戦に乗って日本兵士として戦うで、それそれそれ、ね、帰ってきて、あ、コメントありました。帰ってきて、あ、ちょっと一緒にで飲んで、あ、じいちゃん3時間飲んで、俺5時半出社した。あと10分ぐらいしか入れないんだって。これ飲めってことだよ多分。誰が10分しか入れないんだよ。飲めってことか。飲もう。いいグラスだね。すいません、お願いします。お願いします。あ、あそこから10分ぐらいしかやってないって。ほんとだんだんだね。俺も今日やった。なんか美味しいラーメンとか食べていかなくていいんですか。エビフライをいただいて。あ、エビフリア、エビフリア。どこで食べたの。俺それ飲んだんだ。ルーパスティさん。ほら、空いてなくて。あの名古屋駅のね、エスカっていう地下街がね、いいんだよ、あそこいろいろあって。マジ優しい。30センチのエビフライ。ああ、ジャンボ&ジャンボエビフライ。あのエビドテ食堂ってとこあって、それ決してインチキなしの中で身つないだりとかしてるわけじゃなく、本当にこんなやつで、うん、本当にこんなエビフライ。それで、あの箸袋、はい、箸袋に定規のメモリがあって、何センチか測れる。箸袋をビーンって破ってこうやって開くと、それでちょうど30センチ測れる。ミーも一人来いよ。もう来るって言うんだったら、アングル考えてきましょう。もう4人でやりましょう。姫喋っちゃいけないので、ミー来るだったらちゃんと言って、部屋取っとくから。すごい行動力だよ ねすごい。まあ俺たちも大概だけど、うん、まあ。でも俺たちはさ、ほら、やるっていうさ、使命感みたいなちょっとあるじゃないですか、やっぱり。はいはい、めっちゃでかく見えるよ。いやでもね、嬉しい、この嬉しいよね。ずっとこう関わってきてね、なんかこう一緒に、ね、まあ、チームでチームでチームしてやってきて、この柄のどっから声出てくる。こっちからこっちからもうハードル死ぬほど上げたろ。姫、今日スカート短いの。声変えてくる。あー、おい、吐くよ。吐いちゃう。こういうことができるんですね、今日は。うん、うん、こういうことができるんですね。いや、そうなん、写真とかじゃないから。お酒だから。触ってない。肩組んでない。肩組んでない。ちょっとそれは。それ肩組んでいかんよ。おじいちゃん怒るよ、ほら。俺今ね、肩こうやって手回した瞬間、自分のお尻がキュッてなった。どういうこと。分かんない。あ、ほら、チー怒ってる。なんかえ、もうチーはもういいわ、もうこの際。ツイッターから知りました。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。今日は名古屋のカラビバータックからお届けしております。カメラ戻しましょうか。アルさん、こんにちは。
ここ戻しますよカメラ。地位が良くないと思ったんですよ。スクショしたし、もうスクショしてくれたんですよ。むしろスクショがなかった期間が寂しかった。なかった。パタッとさ、うん、姫が出ないとなるとちいちゃん来ないのな。来ない来ない。ああ設定してるなあいつ。設定してる。あ、あ初見なんですね。あ、いらっしゃいませ。ありがとうございます。写真撮れますよ。去年の、ね、9月からずっとね、はい、去年の9月から、はい、毎週東京の、ね、池袋のスタジオでずっと放送してたんですけど、はい、今月はちょっと名古屋からということで、はいはい、毎週名古屋から、毎週名古屋から、はい、まあ、僕が名古屋なので、僕が今まで約1年間、約1年間ね、10ヶ月間、うん、毎週名古屋から東京に行ってたんですけど、すごいよね、本当ですよね、本当ですよね。ただ3回目ですけど、うん、ワクワクして流れればいいのに。ああそう、毎回交通費もらえるでしょ、俺キングで。そうだね、うん、今日はまあまあちょっともらえたね。1万5000円ぐらいじゃない。毎週プラス、毎週プラス、すごいですよ。初回費3万5000円勝ちで、あ、3回目なんですよ、3回3万5000円勝ちで、うん、で2回目は7万勝ちで、うん、で今日1万5000円勝ちなんですよ。だから放送入る前のちょっとの時間ですよ。だから来れば来るほどお金が増える、お金が増えるんですよ。俺ですけどそんなに来るんなるなる、交通費になる。名古屋までほら新幹線で来るんで、うん、ね、2、3万かかるじゃないですか、はいはいはい、一緒に飲むの初めて。そう、毎回出してもらってるんで、キングに。ね、毎回キングに出してもらって。出してもらってるんですよ。キングの社員でもらえるのに。ないのに。悪いなと思って。名古屋来た際は、ぜひ、キングに寄ってもらえるのに。めっちゃありがとう。プレッシャーかかってるよ。こんにちは。そうか、でもまだまだ初見のね、人もこうやって、なんか、ありがたいですね。ツイッターで見てくれたら。ありがたいですね。体と声合ってない。名古屋に来て、体ってもう見た目と声合ってない。最初聞いた時本当に水曜日来れば歌ってんのか。泊まってってもう一泊してるけどね。確かにギャップ。ちいちゃんは何やってる子なんですかね。ちいちゃんは何やってる。俺じゃない。なんか聞いたの俺。聞いた？じゃあもう時間分けれるんじゃないですか。あれね、アルバイトだよね。やめろ。来週行こうって言われました。そうでしょ、来ればいいんだよ。この間来なかったんだよ、チーは。爆笑してもらおうかな。そうなの。もう、店中ようこそチーってもうデコレーションしてたの。来なかったんだよ、俺一人でちょっと涙目でタバコ吸ってたの。あれ？あれ？あのタバコの煙が目に染みただけで、泣いてなんかいないよ。まあ、アイコスなんですけど。アイコス。いや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 、これあれですよね、仲間ですけど、一曲だったらどうですか。僕ですか、はい、何歌いましょうか。もうね、こうカラオケバーですから、はい、はい、お前は嫌らしいだけでリクエストしてもいいですか。あ、いいですね。いつ何時誰のリクエストなんだっけ。なんかかっこいいっすね。プロですか。プロです。かっこいいっすね。プロです。うん、ロが結構巻くんですね。プロ、プロです。プロです。あ、せっかくだからタクちゃんの歌声聞かない？あ、タクちゃんの歌声聞きましょうか。おい、タクヤやれんのか。歌いけるか。タクちゃんの歌聞かない？せっかくだから。うん、ちゃんと。なるべくみんなが知ってる歌がいいかな。スイッチ入ってんのか。弾くほどます。放送当初。はい。放送当初、はい、ずっと喋ってて、はい、タクちゃんの話がちょいちょい出てて、うんうんうん、歌うまいタクちゃんって子がいるんだよって話、よくこれ番組で話したじゃないですか、はいはいはい、桜の開花時期が早まる、早まるって、タクちゃんが歌うと、タクちゃんが歌うと桜の開花時期が早まる、殺人事件を起こしてずっともう天て各地を日本各地整形までして整形を繰り返してずっと逃亡してた、はい、あの人が時効寸前もうあと数日前にたまたまスナックでタクちゃんの歌を聴いて自首したっていうね。もう十何年整形を繰り返して逃亡して、ね、誰とは言わないですよ、ね、誰とは言わないですよ、ね、誰が自首したっていうね、うん、そうあの人がタクちゃんの歌を聴いてね、そうもうあと何日かで時効だっていう時にスナックで、そのスナックのママさんもなんか警察から言われてて、はい、
その人の指紋を取るためにわざとタンバリンを叩いてもらったりとか、うん、してたんですよ、そのスナックのママさんも、うんうん、でもたまたまそこでタクちゃんの歌を聴いてもう自首したっていう。あ、俺もいくわ。そうそうそう、じゃあタクちゃんやれんのか、どうぜ。フィクションって言ってくださいよ。えフィクション、いや誰とは言ってないからね。そうそうそう、桜もどこの桜とも言ってないからね。そうそうそう、うん、だってたまたま沖縄だったのかな。桜の開花が南から来るじゃないですか。はい、で、まあ、鳥取とか咲いて、はい、大阪とか咲いて、はい、で名古屋咲くじゃないですか。はい、でもう南の方はもう桜がもう散っちゃってるんですよ。タクちゃんまた南下して歌うじゃないですか。はい、また咲くんだっつって、もう一回咲くんだ、もう一回咲くっつって、なんとかじいさんみたいだね。そうそうそう、あれ知ってます、僕の地球を守ってっていう漫画知ってます？知らない。知らないですか、うん、主人公がモクレって言うんですけど、うん、モクレの涙のモクレですかね、わ、うん、かんないですけど、うん、異邦人おはようございます。あ、おはようございます。その主人公のモクレは、うん、歌うと花が咲く。あ、ゆうきが名古屋行きたかったって。あ、そうですか、うん、はい、おはようございます。忙しいみたいだね、うんうん、いつもねよ。あ、チームは極道で先生やってる。極道の先生。極道の先生。チーム極道。学道は学道ね。極道の先生。もう姫はそうやってもうトーク中に写真撮ったりしたい。かわいい。もうトーク中に写真撮るのはかわいいか。かわいいじゃん。こうやって喋ってんのにこうインカムで一緒に。じゃあ Q がなんかリクエストしたよ。いやいや、タクちゃん。ええ。え、もう出ないと出て24時出発が。現在店内こうなっております。ありがとうございます。ありがとうございます。そっちもそっちも映る、そっちも映る。 NG なんじゃないですか、あっちは。NG、 何にも NG だった。 NG、 何も NG だった。ないんだ、何にも NG だった。ないんだったらいいですね。こっちはこうなってますね。はいはいはい。なんかいけない2人なんですか。だ、まあいいっすね、細かいことは。で、この状態でタクちゃんがパパと帰っちゃうんですかね、姫はね。うん、わざわざ東京から来てくれました、パパと姫です。姫ちょっとさ、立ってみよう。今日のスカートが短いことをちょっと。姫ありがとう。俺の顔が邪魔だね、なんかね。あ、そっか、喋んないんだもんね。あ、パパは喋っていいんですよ。じゃあ最後、タクちゃんの、最後じゃねえか、タクちゃんの歌聞きましょうか。太陽さん、やっと10になった。お、やっと10。金キャップ、金キャップに変わります。全然オッケーです。全然大丈夫です。持っていっていいよ。どっか適当に道端置いておいて。4グラス。コーラ息をして。いいね。いいね。今日はこうやってタラタラやってるじゃないですか。で、ここは間ちょっとしめしめで、うん、カラオケとか歌いながら。カラオケバーですから、ね、カラオケバーですから、はい、ちょっと一瞬見送ってきます。一瞬見送る。じゃあ、タクちゃんの歌始まって見送ろうか。じゃあタクちゃん、いやもう行かなきゃいけないというか、タクちゃん、じゃあ早くスタート、早くスタート。ありがとう、遠くから。しびれた歌。乾杯。もっと映ってそれでは聴いてください。タクちゃんが出ます。 You raise me up、 拍手。タクちゃんもどうかな、これ。これ歌詞も見えるから、ちょっと乗り出してみて、こっちに。はい、ありがとうございます。これで歌詞も見えるし、タクちゃんも見える。はい、ちょっと上向きにしますね。タクちゃん久しぶりだね。歌詞がない。イチャつかないよ、そこ。ほら、イチャつかないよ。
ちゃんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、こっちね。あ、スイッチ切らないとね。あ、違う。いや、うまかったね。確かにやっぱりね。いや、まあまあ、もう一番弟子ですから。あ、なるほどね。一番弟子。本当にせこいよな。せこい。せこい。まあ、そういうセコさんもちょっと学んじゃったのかな。まあいいんじゃないですか、うん、技の一つですよ。そうセコいのもね、セコいのもね、はい、もうちょっとこっちですか、これ。そうですね、はい、こうですか、はい、すいませんね、なんかこんなあの生放送してて、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。あのもし違ったらすいません、はい、間違ってるかもしれないんですけど、はい、もしかして、はい、佐藤珠緒さんですか。え、違います。違います。合ってます。合ってます。合ってます。あれでしょ、鈴木亜美さんですよね。あ、そっちですね。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 鈴木亜美さんですね。ビートギャザーの人、ね、ビートギャザーって言われます。今日は鈴木亜美さんがご来店してなんと、はい、ご来店していただいてます。頼むから調子の問題は乗ってないから。今日はもう激辛好きで有名な、はい、鈴木亜美さんが来てくれてます。激辛好きなんですか、鈴木。あ、もう鈴木亜美はもうすごいですよ。あら、そうですか。はい、ちょっとあのおかしいレベル。ああ、女の人の方がさ、はい、超えるともうすごいよね。やっぱね、もう痛みに強いんだね。あれめちゃめちゃ辛いやつを笑いながら笑いながら食べる。笑いながら食えるか、うん、辛い、食べ、口に入れた瞬間に鈴木亜美は笑う。辛いと笑う。美味しいっつって、うん、この辛さやばい。そう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 。
なんかさ、うん、そのシャツでさ、はい、まあ、あの中本のね、蒙古タンメン中本のシャツ着てるんですけど、そのシャツでさ、はい、あの名古屋駅迎えに来てるじゃないですか、はい、なんかあ中本の人いたみたいな感じなんですよね、はい、やっぱ僕はちなみにこのシャツであの岐阜タンメン食べに行ったんですけど厨房の人がずっとジロ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 見てて、あいつ中本のやつ、そうそう、俺も中本の金文字パーカー着て、はい、あの野方ホープ入ったらあの店員の人が僕も中本大好きなんですよだ僕も大好きなんですよ、はい、あの店員じゃないです店員じゃねえのかよみたいな、そうそうそう、ごますって損したぜ、そうそういう感じです、そういう感じだよね、はい、いやもうだから僕今月入って東京行ってないじゃないですか、はいはい、もう禁断症状が出て、まあ出るでしょうね、中本がもう食べたすぎて、でちょっと前に1ヶ月ぐらい前にセブンイレブンで期間限定で中本のカップラーメンの北極ラーメンがあったじゃないですか、はいはい、ではもうどこも売り切れてないんですよ、まあそうでしょうね、でも SNS にもう東京行かなくなったから中本食べたくて、見つけた人は買ってきてくださいって、遠方の方は送ってくださいって言って SNS に上げたんですよ、うん、そしたらたまたまあのここのお客さんで、あの秋田が地元で今お盆休みで秋田帰ってて、でそしたらなんかLINE が来て、太陽さん、セブンイレブンに北極ラーメン大量にありますよって LINE 来たから、買い占めろ、うん、今すぐ買い占めろ、うん、もう急いで買い占めてっつって、うん、どれぐらい買いますっつって、あるだけ2箱っつって、え、1箱12個入りですよっつって、はい、でも全然2箱っつって、で、足元に段ボール2箱、中本のカップラーメン2箱置いた写真を送ってくれた直後に、ごめん、やっぱり3箱、もう1箱、うん、そうだね、24個じゃ、うん、ちょっと物足りない、ね、物足りないですね、いや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 、もう中本が食いたくてね、食べたことあります？あ、行きます、ね、お店でもあります？食べたこと、あ、東京行って、へぇ、ね、地元東京なんで、あ、地元東京、はい、東京どこですか？東京、今板橋に、板橋、あ、僕板橋です、はい、僕板橋です、僕上板橋です、あ、そうなんです、名店、あの中本本店のある、うん、板橋どこですか？志村坂で、あらら、志村坂、分かる、志村志山中ですね、地元、もともとは群馬、あ、もともと、なるほどなるほど群馬はでも、あれ靴が汚れるんじゃないですか？なんで下がほとんど土でしょ、群馬は。そうだね、下がほとんどコンクリートないな、そうそう、アスファルト復旧してない、ほとんど土してるからほとんど土でしょ、メインがあれでしょ、え、失礼メインが馬でしょそう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 、ね、あの交通手段が、交通手段、群馬はね、うん、馬だってコンクリートだとちょっとやっぱ、うんうん、あれですから、すいません、失礼なこと言いました、そうか、僕もね、あの東京に17年いたんですよ、で一番最初住んだところが上板だったんですよ、もともと群馬ですか？僕は、あ、群馬じゃないです、東京ですか？僕は大阪なんでアスファルトです、はい、群馬と違ったそうです、風邪悪いですもういますか、いますか、でも一緒の大事ですよ、あ、一緒、そうそうそう、こんな感じでいるかね、あ、でも多分すみません、これちょっと作ってもらってもいいですか、鈴木亜美が作らないといけないどうせだったら鈴木亜美のお酒が飲みたいな、まあ、そうですね、まあ、どうせ作ってくれるんだったら鈴木亜美、どうせもらうからね、ありがとうございます、こんなボツめないやつだけどもらっていいですか、デリバリーもお願いしたので、ちょっと画面に押してしまうんですか、でもしよかったら、そのお酒出すときに、お酒出すときにちょっとだけ映ってほしいので、あの ここを通ってもらって、中ちょっとここ簡単な中入ってもらっていいですか、いや、まあまあやばめです。まあまあやばめです。あ、じゃあこっちこっち。もう飲んでください。あ、本当に、じゃあいただきます。お茶割りで。お茶割りで。はい。こんな風に映って、こんな風に映ってるんで結構ひっつかない。あ、本当だ。考えればいい。いやでもなんか嬉しかったね。おにゃんこクラブ撮ってください。スタジオシグナルより。サイマンだ、うん、サイマン見てんだ、サイマン見てんだ、見てんだ、先週楽しかった、うん、ちょっと自分が放送にいないの初めてじゃないですか、あー確かに、そうかそうかそうか、だから、うん、ちょっとジェラシーもあるんじゃないですか、あー俺いないで成り立っちゃうんだみたいな、あ、成り立たないですよね、成り立たない、斉藤さんいないと、斉藤さんいないとね、サイマンいないと成り立たないですからね、もうこれサイマンよりの死者でもいいぐらい、あー、いや合ってるよそれ、合ってるよ、キュウちゃん今いいこと言った、うん、
サイマン、僕らはサイマンよりの使者です。ですよね、はい、うん。本当ですよ。そうですよ、ね。サイマンの機嫌を常にね、ご機嫌を伺いながら、はい、笑ってますからね。そうそうそう。機嫌を損ねないように、損ねないように。デリバリーしましょう。あ、ここちょっとお願いします。なんかはい。結構入らないと思うんですよ。ちょっとカウンターに行こう、ちょっと僕と同じぐらい乗り出すぐらいじゃないと入らない、映らないので。マジ、はい、入った。はい、お酒をちょっと。ありがとうございます。ありがとうございます。どっちでもいいですよ。触らないよ。チノが怒る。姫に触らないよ。チノが怒る。姫には触らないよ。また。姫でもないから。今日初対面のお客様。今日初対面のお客様です。今日初対面のお客様が鈴木亜美です。そうです。遅れるから。バチバチ。これで本当に触ってたら、お前本当に見境ねえなってことになっちゃうから。お前本当触るんだな、誰でもみたいな感じになっちゃいますから。でさ、うん、先週お土産でさ、うん、バターフィナンシェ買ってきたでしょ。買ってきた。めちゃめちゃうまかった、あれが。お土産をさ、うん、要求する人初めて見たよ、俺。え？あれ美味しかったからもう一回買ってきてくれっつって、うん、おかわり、おかわり、お土産おかわりっつって買ってきたけどさ、うん、だってさ、買えないわけでしょ、こっちでは。まあそうだね、ね、うん、美味しかったでしょ、あれめちゃめちゃうまかったね、あれね。鈴木亜美、あの成分表がね、最近なんか変わった、マリナがね、うん、マリナがちょっと変わってて、はい、なんかこう、マーガリンが入ってるものを食べないようにするとか、あー、なるほどなるほど、そう、いろいろこう気にしてる、あー、なるほどね、体で、体をね、はい、で、これ、あの関さんからのお土産っつって、うん、で、美味しいらしいよ、やばいっしょって言ったら、開ける前に何を裏返して、あの、シールの、あれ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、あの、シールの成分表を見て、成分表見て美味しそうって言ってた。成分表を見て美味しそう。成分表見て美味しそうとかあるのみたいな。ちょっと若干ちゃんこっちに行ってもらって。あ、あんちゃんこっち。あんちゃん、あんちゃんこっち。あんちゃん。あんちゃんね。もうあんちゃんだね。そう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 。あ、あと。いやでもね、あれ本当美味しい。あれ一パック7万カロリーぐらいありますよ、ね。そう。分かんないですけど。何7万カロリー？どういうことですか？カロリー高いよ。あ、カロリー高い。多分。いやもうあのね質感ちょっと外が、そう、はいはい、ちょっと側がちょっと硬いとまでは言わないんだけど、ほくっとちょっとほくっとしてる、中はもっとふわっとしてて。ほんであのバターとね、あのバターがポンってくるでしょ。そうで、あの後からね、ほのかに香るアーモンドの香りとね、はいはい、あれ絶妙だよ。そうそうそう、絶妙だよ。あとあのスポンジのスポンジ上げのがしいよな、水分量というか、はい、完璧でしょ。あれ完璧で、そう、パサパサすぎず、そう、しっとりすぎず、しっとりすぎず、もうね、あのバランス完璧だよね、あれね、うん、あれ本当に俺聞いたことないの。もっとでやめたよ。いやいや、本当に。ないでしょ。うん。やめて。はい。何が聞いたの？あのでっかい言っただけや。八個目ね。少なと思って。そう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 。でもなんかうまそうやなっていう。うまくない。あ、マジで。やめてください。聞いたことない。マジで無理なの。あ、若木のゴリラこんばんは。こっち、あ、ある。じゃあ、すぐね。おはようございます。今日ミツクいないですね。あ、ミツクいないね。ないですね、今日。行くだけ、行く専門。日本人は来てますよね。うん。ゆうきもんはね、名古屋行きたかったし。はい、うん。もうでもダメですね、あいつ。なんか誰？ゆうきも連れてきません。なんで？あ、3分しか見ないから。ああ。コメントして、うんうんうん、足跡残して、残してすぐ切る、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 すぐ切るタイプですから、ね。それやつはダメだ。それやつダメですね。そうだ。今から。すぐ切るタイプね。今もだから。インチキ視聴者ね。インチキ視聴者。インチキ視聴者。はい。さあ、じゃあありますよ。見た目と全然なんかギャップがある、ね。今日はどうなんですかね。回線切れたりしてないですかね。ブツ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 こう。え、そう。聞いてそうです。これ簡単に Q さんいなくなっちゃうんですね、放送中にね。しょうがない、しょうがない、しょうがない。しょうがないです、ね。しょうがないね、はい。お店だからね。なるほど、ね。もうちょっとほんのり顔が赤いんじゃないですか。もう赤いです。さっき焼き肉屋で飲んでたんですけど、うん、もう赤かったです。で、チロのとこに。ああ、チロの店で。チロに内緒で。
たまたま2人で、うん、ちょっと行ったろっつって、うん、あいつはどうけどって、うん、で行って、まあ、なんでそういう悪い内緒をすんねんなんでそのお前人の婚約者と内緒でそのちょ何もないから内緒で作戦立てるのじゃあ知能が驚くし喜ぶかな思って、うん、で行ったろう。あそうかそうか、あそうか、東京やって言ってたもんね、遠距離やって言ってたもん、この間。そうです、聞いた聞いた俺。で、東京から今日来て、で、春日の知能の家におったもんで、うん、高屋で、の駅まで迎えに来てくれって言っとったのに、今日になって急に、春日まで来てくれんのみたいな言い出して、春日まで迎えに行って。ちょっとその話後で聞くわ。このトーク全国スポーツ。うんうん、じゃあ、あのラスト10分ぐらいからラストエンディングはお前との会話が終わってる。なんじゃありゃみたいな。なんだったんだあの終わり方はみたいな感じになってしまうの。もうね、これ去年の9月からやってるんですこの番組。毎週。ね。ね。そうそうそう。彼も今日東京から来たんですよ。はいはい。放送のために板橋から、うん、板橋かどうかわかんないですけどね、板橋じゃなかったかもしれません、ね、ごめん、なんか簡単にそう、うん、個人情報個人情報、うん、すぐ個人情報流すな、うん、俺は自分の個人情報を もうばらまき続けて生きてきたから あんまりそういうこと ないんだよく来たもんね、私なんか女の子が足立区のアパートに個人情報だらぼれだから勝手に、うん、勝手にピンポーンっつって当時ないからね、そう携帯でもそう、あ、まあ、ちょっとありましたけど、で、家の中入れようとして、じゃあ、泊まっていくのみたいな、あ、お父さんに車で送ってきてもらって、そこでお父さん車で待ってるんだよね、お父さんの車で来たのって言って、お父さんとお父さんとつって、うん、今お父さん待ってくれてるんだよ、ね、帰った方がいいつって、うん、すぐ帰って、むしろ何しに来たんですか、そのすぐ帰ってつってそうだね、アップねと思って、なんか危ないね、うん、ありましたね、たくちゃん働かされとんの、かわいそうタクちゃんかわいそう。タクちゃんも東京から来たんですよ。今日東京の場ですね。東京ほぼ東京です。ほぼ東京さんですから、ね。半分東京だ。半分東京じゃない。ねえし、怒ってるし、なんか怒ってるし。かわいい本当。はい、いらっしゃい。よーしいらっしゃい。お、なにお前4ヶ月ぶりやんけよ。そんなやつやつ。4ヶ月ぶりやろ。それはそう、電波がね、悪いから。あ、そうなんだ。じゃあ、ちょっと、一旦ちょっとで、一旦テーブルで。あ、はい。一旦テーブルで。この前、僕、一緒に2人。もう、放送もね。そうですね。もう、ほどなんで。から、こう、織り交ぜてきますか。あ、そうですか。はい。歌いますか。歌いますか、なんか。あ、慎吾ちゃん、歌いますか。なんか出ますか。たまには。歌いますか。たまには、慎吾ちゃん、歌いますか。どうしたらいいの、今仕事中なんで、もうちょい行きます。ホストクラブみたいな。せいちゃん、氷いる。前やろうとして、終わった。あ、氷大丈夫ですか、改めて。僕は今日、紹介したら。地元は見えないんですけど、今は活躍する。まあでも、こういうのもね、こういうのも良かったかもしれないね。いいじゃないですか、はい。俺はいいと思いますよ。終わったら、まだ全然見てないでしょ。そうだからもう好き勝手やろうかなと思って、うん、あれ行きましょうかね、48人ですよ、まだ見てる。あ、今日少ないですね、随分。こんな少ない時ありました。いやいや、でも先週も少なかったですよ。先週も少なかった、あとからちょっと伸びて170人とか。ああ、そうですか。じゃあもう相当自由にやりましょう。うん、これいきますか。じゃあいきますか。あの夏ラーメン、そ
そこ切り取ります、うん、夏ラメ夏メテじゃないですか。夏ラメ、ラメだと夏秋夏なのか秋なのか、うん、そうですよね。この空間の時はちょっとね、うん、角度をこうしてあげるから、ね、いいんですよね、はい。あ、2人で歌ってくださいですよね。なんか2人で歌いますよ。これでもいいですよ。これも2人で歌いますか。ああああ見本と元気に手早く友達家族遊ぶはずのオンザビーチ、きっと誰かが恋にあふれ噂のためにジャムにする。君の体も濡れたまま乾く間もなくで胸元が揺れたら沈くが砂に舞い言葉もないままに諦めろ夏。 Darling can't you see I tried to make you shine Darling be with me Let's get to be so fine. Yeah!ね、このうまいね、ありがとうございます。うまいね、ありがとうございます。うまいは何が潮風が騒げばやがて雨の合図、悔しげで彼女と駆け込むペシュピーホテル、しげにガラス越しに背中で見てる渚よ、腰のあたりまで切れ込む水着も見れない、厚めのお茶も飲み厳しいんなシャワーで、恋人も泣いてる諦めの夏。 Darling can't you see I tried to make it shine Darling be with me Let's get to be so fine。 ね、あの県南の方、県南の方じゃなくて、これはサザンの方で、そうですね、はい、夏秋だね、サザンオールスターが、うん、ズが、うん、桑田佳祐が提供した曲とかあるじゃないですか、うん、はいはいはい、結構みんな、うん、桑田っぽく歌うんですよね、はいはいはい、あの県南の方にしろ、うん、この曲だけはちょっと、うん、なるほどね、歌うんですよ、はいはい、恋人も濡れる街角とかも、はい、中村マストシも、ね、マストシもこの曲だけはちょっと桑田っぽく歌うんですよ、うん、いやだからね、やっぱりね、そうなっちゃうんだよね
なっちゃうなっちゃうなっちゃう。だから、あ、だから、そのパターンによるんだけど、はい、例えば楽譜と楽譜と音源だけポンと渡されて歌ってっていうのと本人作った本人が歌って聞かせるのと、だからもうパフィーなんかも歌ったんだし、そうですよね、そうだからもう、あ、その雰囲気その雰囲気ってなっちゃうもんね。なりますよね、やっぱね、作った人がね、歌って聞かせる、阿弥陀ババの方ですね、阿弥陀ババ、何、そうそうそう、はい、ちょっと、ね、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ソフトタッチって言うと触ったってことがバレちゃう。ソフトタッチって声に出されるとちょっと僕があ触ったんだなってみんな分かってしまうので、ちょっとそれやめてほしいね。来週もね、はい、こんな感じでお届けするそうですね、来週もここから、はい、お届けしようと思います、はい、まあ、もしかしたらあなたの町からお届けやりますか、やりますか、やりますか、はい、お便りどしどしお待ちしております、はい、鹿児島でやってくれたらね、鹿児島でしたんで、ね、今日は鹿児島県市立体育館からみたいなある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 、今日は鹿児島天文館なんとか商店街からお届けしておりますみたいな、やりますか、やりますか、商店街からやりますか。鹿児島もでもね、ほとんど土だからね、ほとんど火山灰、火山灰だよね、下が火山灰、下がほとんど火山灰、火山灰を固めてさ、建物とか作ってるでしょ。そうなの、うん、そう、そんなに脆いの、あ、なんか牛の糞とかで周りを固めると、ああ、あの一回藁とか入れてね、そうそう、練り込むと大丈夫みたいな、そうです、また怒られ、また研究室さんに怒られちゃうとんなわけで、とんなわけで、とんなわけで、とんなわけで56分、まだあと10分ぐらいですよ、5分、5分10分ありますよ、ね、もうそろそろ終わりに近づいてきましたが、はい、どうですか、こんな感じ、あんな感じでもいいじゃないですか、まあ僕はいいんじゃないですか、はい、ね、あ、研究していた、あ、いた、いやいやいや、もう全部シーゴが言いました、いやいや、僕言ってないですよ、全部で、ね、研究さん、シーゴが言いました、鹿児島のこと、乗っただけです、僕は鹿児島大好きですから、キムさんのあれに乗っただけです、俺はもう鹿児島大好きなんだそうそうそう、コンビニでね、はい、コンビちょっと仕事終わってホテル戻って、店のホテル戻って、コンビニでちょっとビール一杯やろうかなと思って、鹿児島でね、セブンイレブン入って、行ったことあるんですか、そう、はい、で、普通にコンビニで売ってるような、電子レンジでちょっと温めてもらって食べるような、やつなんだけど、自撮りの炭火焼きっていうやつがセブンイレブンにあって、はいはいはい、うん、で、その鹿児島産の地鶏を使ったやつなのね、はい、でももうそのなんか400円とかで、普通のコンビニの商品なんだけど、はいはい、それ温めてもらってホテル戻って食べた瞬間、うん、まっこれと思って、これ居酒屋でお皿に盛ったらそのまま出せるなんて、出せるやつ、コンビニでセブンイレブンごときで、そう、コンビニでこんなにうまい、でコンビニもさ、うん、地域とさ、はいはいはい、密着するじゃないですか、そう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 、そのエリアならではのならではの商品があったりとか ね、そうそうそう、するんで、はい、いやー沖縄行きたいね、沖縄行きたいですね、うん、います行きたい、沖縄です、これでいいならさ、うん、沖縄から生放送できるじゃないですか、うん、本当だね、これでいいじゃん、だって沖縄でわざわざさ、うん、録画したりしたじゃないですか、うん、V を撮ったりとか、なんならさ、沖縄でさ、なんかどっかお店入ってさ、こんなことやってもいいですかって、みんな多分いいって言うでしょ、はい、言うもん、なんくるないさですよ、うんうん、ね、うん、全然お店の宣伝もしますからっつって、うん、そうです、うん、みんないいって、タイだって言いますだから、うん、まあ、タイまで行かなくてもいいです、めんどいもん、タイはめんどいもん、沖縄楽しかったね、沖縄行きたいね、来週行くよ、来月来月はまだそのタクがね、総席もでしょ、えタク終わったら、タク終わったらね、だら10月、11月はね、うん、俺プータローだから、あ、どこ海外行く、そう、いやいや、そう、そんな時しかないよ、うん、行けるなんて、ね、仕事始まったまで行けないんだから、ね、そうですよね、まあ、大阪帰ったらまたね、行けなくなっちゃうんですね、そうそう、行けないですよ、それまでになんかちょっとまた一発どっか行きたいですね、行きますか、行きますか、ね、いや俺沖縄でいいけど、いやいや、沖縄はさ行けるじゃん、え、北海道でも行く、行ったことないの、北海道、あ、でも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 、で
ダメなんだ。南へ行く習性があるから。ダメなんだ。まあ、でも確かにね、特にこれからの時期は寒いけど、食うもうまいよ、北海道も。味噌ラーメンですか？いや味噌ラーメンでしょ。もうやっぱ魚介味噌ラーメンでしょ。魚介ですか？ジンギスカン。ジンギスカン。味噌ラーメン。でもね、鶏とかもうまい。はザンギって有名じゃないですか。はいはいはい、はい、ね、それを唐揚げですよ。だけどちょっと一般的なみんなが言う唐揚げではなくて、ね、結構味がちゃんとしっかり元の下味がついてる。はい、そう、はいはい、美味しい。いいですか、ちょっと文句言っても、うん、唐揚げさ、うん、ももじゃなくて唐揚げじゃねえよな、うんうん、そう、唐揚げ頼んでさ、うん、胸だった。だからさ、名前変えてほしいんだよね。なんかももの場合と胸の場合と、うん、俺はさ、ももだと思ってさ食うわけよ、唐揚げを、うん、大好きだから唐揚げばっかり食べてるから、うん、ね、うん、で居酒屋で唐揚げ頼んで、うん、胸が出てきた時のあの怒り、うん、唐揚げって書くんじゃねえよと、胸じゃんかこれと、そう、でも結構胸、中華屋さんとかでもありますあります。特に中華屋さんとかでは結構胸を使うところとかもあるよ。油淋鶏とかですか、わかんないですけど、あれも唐揚げって名乗ってほしくないですよ ね、 なるほどね。 胸揚げとかね、なんか何でもいいですけど、うん、胸揚げあれ、唐揚げのカロリーまずそう、まずそうだな、そのレミング。そう、胸揚げしそうだよ、なんか食べたら胸揚げの、胸揚げの、ほんと腹立つんですよね。めっちゃ出すじゃん。もうね、油こそ旨味だと思ってる。そう油飲もうかなと思った。最後これ胸揚げ食べて、油飲むよ、胸揚げ食べて、スプーン一杯油飲もうかな。それでちょうどいい感じで、うん、まあそんなことを言ってる間にですね、わかりますって来てるよ。ほら、そうでしょ、うん、わかるよね。あの、うん、一時さ、今あんま見ないけど、うん、見なくなったらやっぱそのせいで、まあ、金の唐揚げとかさ、はいはいはい、そんなには変わってない。結構あるんですよ、その路上で食べるみたいな唐揚げが、はいはい、名古屋ではまだ結構いっぱいあります。あります、はい、食いました。いろんなさ、トッピングが楽しいんだよね、うん、カレー粉とかさ、かけたりとか。いや、その大須ってあるじゃないですか、はいはいはい、あそこは今でも唐揚げ激戦区って、そういうもう食べ歩きするような唐揚げ屋がいっぱいあるんだけど、はいはい、俺はでもああいうところの唐揚げ嫌なの。もう一日中同じ油ですっごい量揚げてるから、もうくっさいの油が、ね、もうあれが嫌なんだよね。僕が言いたいのは、胸なんですよ。ああ胸かよと思って、2が金の唐揚げじゃん。しかも油もずっと一日中使ってる。胸揚げするよ、胸おわたがよろしい、はい、うん、じゃあこんなものにしときます。なんか、はい、ラストソング歌いますか。歌ってください。歌いますか。何かやりましょうか。何歌いましょうか。なんか2人でやるのにします。うん、いいか。なんでも。愛はかけろとかあります？危ない？危ない？いや、曲は知ってるんだけどね、あれハモリが難しいんだよね。上でハモるのは簡単。下でしょ。そう、あれ下、ね、あれ下なんだよね。奇跡の星って言います。奇跡の星やったことあるんですよ。ああ。はい。愛はかけろ、束の間の命。うん、激しい愛に燃やし続けて。難しい、難しい、難しい、やめましょう、やめましょう、やめましょう、難しい、やめましょう、難しいんだ。夏も終わりですからハーモニーにします。まだやりましたけど、はい、いいですよ、前もやりましたけど、はい、夏の終わりのハーモニーにします。やりますか、はい、やりますか。わかりました。やりますか。あれぐらいの方があれなんですか。何で検索したんだ。何だと。曲名でいけ、うん、曲名でいけ、うん、どっちが先に矢後を送るのか。あ夏の終わりのハーモニー、そう、ね、前にもね、一回ちょっと歌ったことあるんですけどね、うん、何が歌われんの、お前は。入れた、俺入れた。思わぬところからこう見えた。それでは本日は、
2時間お付き合いありがとうございました。あ、これなんかちょっとバージョンが違うな。やりましょう。はい。バージョン違うのかね。バージョン違うのかね。失礼いたしました。玉木浩二バージョンとりあえず分からない、何が原因か分からないから、キンキッズバージョン、多分おそらくね、あの波っぽい感じ、指が太いからさ部屋の中カーペットとかを元気じゃない、ちゃんと干したりとかしなくて、こっちで元気にしようとカーペットに座っててガチで拒否するから、それがね、多分仕掛けながら、全然反応してない、こっちはね、指が太すぎて違うのをしちゃってるじゃん、どっちか、どっちか、じゃあ俺からね、チノを俺から行って、ハモリもこれ、あ、無理のチノを攻略したのに、どうもささやきと昨日の争う声が二人だけの恋のハーモニー、夢も憧れもどこか誓ってるけど、それが僕と君のハーモニー、夜空をただ彷徨うだけ、来週の木曜日も、はい、
11時から12時まで、はい、カラオケ畑でね、カラオケ畑でダラダラとダラダラとやっていこうと、カウンターに肘つきながらね、やっていこうかと思います、ダラダラとタバコ吸いながらね、やりますやります、タバコなんか全然吸いません、はい、なわけで、はい、できましたら、うん、今日来てる皆さんで乾杯してお別れしようかなと思うんですけども、ね、はいはい、できるでしょ、そんなことは。できる、ありますか、ありますか、無双モード入れよ、ありますか。じゃあ皆さんにもちょっと映っていただいてね、はい、どう、こっちが来てもらう、グラス持ってこっちが来てもらっていいですかね。あー、すみません、すみません、あー、素晴らしいです。どうでしょうか。俺、関さんの後頭部しか見えない。俺もね、お前の顔は全く見えない。お前がこ、お前こっち側に来いよ、こ、そうそうそう、分かっていいですか。はい、本日はこんな感じでお届けさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは頑張りましょう。乾杯。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。ありがとうございました。これから見る人もありがとう。ありがとう。それではまた来週。来週どうも。どこ押すんだっけ、これだっけ。